ミブね、ミブ、ミブなんとかでんとかって映画もあるし、ミブ節って言いましたかね。そうですそうです、そうですね。だから新選組のあの本部のあったところはちゃんとあの史跡になってますよ。まことんこって書いてありますよ。なんかもう観光客いっぱい来てますけど、ちょうどねこの辺にね民家の中にねポツンとありますね。当時はこの辺は結構外れだったんですよね、京都のとしては。外れそうですね。まあ京都って五条ヶ原までですからね。五条までなんですよ。五条が南の端ですね。中心とは言わないですよね、この辺の。全然中心じゃないです。いわゆる市街地の南の端で、その伏見だなんだっていうのはあれは大阪の玄関口であって、ね、京都じゃないです。なんか何話してるのかもしれない。ものすごく狭いですよ、京都っていう街が。その昔は。そうですね。今の JR の京都駅あったじゃないですか、ええ、あの辺りはいわゆるあの平安京なんかの枠には入ってたんですけど、なんか治水が悪くて沼だったらしいですね、うん、なんか工事やってますね。そうです。地下鉄ですか。そうですね。新線作るんですか。作りますけど、いつできるか分かんないですよ。僕は生きてるうちにできるかどうか分かんないですよ。そうそう。だって、最初にできた京都の市営地下鉄、縦に一本通ってやって、僕は小学校の時の教科書に載ってますからね。うん、でもできた時はもう大学行ってましたから。だってふざけてるんですよ。掘るとなんか出てくるんですよ、うん、なるほど。で霊霊家のなんかが出てきましたっていうと、いきなりあの鶴橋持ってた人がいなくなって、ハケ持ってる人が来るんで、あ、そうすると2年ぐらい平気で研究して終わりみたいな、うん、俺何なんだと、工事どこ行っちゃったんだよみたいな、あ、傷ついたらどうするんだ、奈良なんかもそうみたいですね。とんでもないです、今日何が出てくるか分かんないですね、掘ると。そうですよね。ここ、こんなところにみたいな。今あの北浜のところで工事やってるの知ってます？北浜、はいはい。なんかあそこもなんか遺跡かなんか出てきてて、でそのハケの人が行こうとしてたら、はい、工事の人が間違ってそれ全部ダーッて捨てちゃって資料が失われたって、この激怒しまって橋本市長が、はい、何やってんだバカとか言って。そうか、大阪じゃそれわざとやるでしょ。やるとそうですね、わざとね。やるそうですね。だから私奈良に友達がいて、あの住宅建てるときには絶対に掘り返さないんだって言ってましたよ、うんうん、そうですね、必ず土を持っちゃうんだとか言ってました、うん、いやそうでしょう。ミキさんとか何も出なかったですか。何も出ない。家建てるとき、家建てるときっていうかもう建て売りを買っちゃったんで、あ、うん、その方が無難ですね。あのただうちのあたりっていうのはまあもう御所から外れてますけど、あの応仁の乱激戦のあたりですから、うん、あもうとんでもないですよ。何が出てもおかしくないですね、うん、あのブログにもたまに書きますけど、うちの氏神様っていう神社、うちの近くの神社のお祭りっていうのは平安時代になってますから、その僕なんか今年担いだおみこしなんていうのは、あの今の天皇家から拝領されたっていうのは日本にいくつもないんですけど、そのうちの一つらしいですよ。うん、なんかもう平気で語ってますけど、言ってることは全然わかんないですよ。担いでるのは屋さんなのにね。担ぎじゃないの。え？担ぎじゃないわけ。担ぎじゃないよ。だって担ぎ手は担ぎたいから来てるんだって、職業人みたいなもんだよ。だからてめえらお前邪魔なことやろうみたいな話になって、あんたたちもしかしたら三者にもいるみたいな。もうあのいやいや本当にね。三者なんだ。職業祭り人というか職業担ぎでみたいなのがいるんですよ、ちゃんと。うん、だからあのお前ら怪我するからどいてなみたいな。三者祭りなんて完全そうですよね。そうですよ。いやさん、ね、あの完全にやっぱりや祭りってそうですよね。うん、ヤクザですよね。ね、そこに今回混じって担いだわけですね。担いで、でもね、
そのうちのその町内にヤクザじゃないんだけど顔は顔面狂気みたいなおじさんがいる。それミキサーの音じゃなくて俺じゃなくて、ね、その人と俺仲いいんですよ。でミキさん今年は PTA の副会長なんだから担げようなんて言われて、あじゃあやろうかしらって言ったら、おハッピーハッピーハッピーやるよって言われて、そのハッピーに袖を通したら若い衆が頭下げる下げる。すごいですよ、やっぱ日の丸がついててね。うん、もうその発表来ただけで、なんだこのおっさんよく分かってねえけどフラフラして危ないけどそうかとかみたいな。全然礼儀が違う。ミキさん怖かったんじゃない、ただ単に。いやそんなことないです、やっぱハッピーの力です。ハッピーの力なの。ハッピーの力です。ちょっと顔も怖かったとか。すいません、信じ歩いててね、うん、あなた方の間に入ったらこわもてかもしれないけど、うん、相手みんなプロなんで。あ、みんなプロなの。はい、そんなもんじゃないんだ。あのプロはそんな大体顔怖くないですよ、うん、プロの三下が怖いだけでね。うん、そうですね。本当の相分さんっていうのは全然怖くない、うん、なんやとかね、なんだけど片桐には手差さないし、うん、なんですけどこの三下連中いっぱいいるんで若い衆、うん、あのハッピーのおかげで今年は非常にあのありえない体験をして良かったですけどね。まさに虎の胃を借りる状態ですね。でもお祭りそのものはもう千年続くとかで言われるとびっくりしますよね。言ってんだこれっていう。阪急こんなとこ通ってるんですね。阪急ですよこれ。だからちょうどあの山陰から西京極に向かって走ってるあたりですよね。地上に出たところ。そう、ランデンもこの辺ですか。ランデンはもう全然違いますね。ランデンは市場より北を走ってます。市場北、今五条通りってところ走ってるんですけど、全然わかんないでしょ。この辺はもう高架女子学園とかちょっと外れですけど。じゃあまあ要するに西に向かってるって。そうです、その通りです。嵐山に向かってますね。高尾ってのは何か地名ですか。そうです。あ、昔軍艦ありましたね、高尾。高尾っていうのはだから明日お連れしようと思った木舟と並び称せられる京都の奥座敷ですね。山の名前ですか。いです。はい、山の名前。高尾っていうのは高尾山もありますけど、高尾という地域の名前です、ね、地域の名前。はい、で神護寺だとか高山寺とかっていうのがあるんですね。だから嵯峨野とかがブームになった時にはまだ高尾は秘境だったんですよ。僕が小さい頃は嵯峨野そのものが秘境でしたけど、で高尾ももう今開発されてて、本当に秘境は今言った上昇高地上がりのもうここはまだ秘境ですね。やっぱりだんだん秘境が失っていくんですね。ああ、そりゃそうですよ。京北28キロって書いてあるでしょ、はい、あれがそうです。高尾9キロ、うん、高尾から17キロも先へ行かなきゃいけない。あ、そんなところに行くんだ。そんな遠かったですかね。いや、そんな遠いんですよ。でもね、本当にあの都築さんが来なければ行かないんで、あそこまで。そうですね。またおしとやかに行きたいって言わないから、都築さん全然。いやいや、だって遠かったっていうのはやっぱり、ね、いや、いいんじゃないですか。そんな別にみんなで清水寺行ってもしょうがないんだもん。